はい、金メダリストメンタルコーチの平本明夫です。私自身アメリカのアドラーの大学に出てきて、日本でねアドラーをお伝えしているんですけど、実は、嫌われる勇気を通してね、岸見さんがお伝えしてくださったおかげで、本当にたくさんの人アドラー侵略知っていただきました。とはいえ、本っていうのはほんのごく一部なので、本場生のアドラー侵略、この動画を通してお伝えできればと思います。アドラー心理学はね、前期、中期、後期に分かれるんですけど、その後期の考え方が今の日本のアドラーの浸透している心理学なんですけど、ベースとなる考え方は共同体感覚。ぜひね、これは他の動画でもお話してるんで、別の動画をぜひ見てください。そして、人生の主人公、目的論と他の動画で話してきました。今日は全体論についてお話しできればと思います。英語では、ホーリズム。なんですけど、実は誤訳なのが、アドラー心理学は、インディビジュアルサイコロジーなんで、個人心理学と訳されてるのは、これ実は誤訳なんです。正確にはインディバイバブル、ディバイバ、ディバイブというのは分ける、ディバイドするとは分けるなんだけど、インはできない、ディバイドすることができない心理学、まあ、つまり、ホリスティックサイコロジーが実は、アドラー心理学の基本的な考え方なんですね。で、アドラー心理学によると、意識と無意識は対立しないって発想します。わかりやすく言うとね、フロイトとユングと、アドラー比べてみると、フロイトさんは意識はいいんだけど、無意識が悪さするって考えるんですね。意識の中では良かれと思ってやるのに、つい無意識でやっちゃうんですみたいな感じで、なんかね、無意識が悪者になっちゃって、この無意識というのは過去、原因論で抑圧された感情が無意識的に出ちゃって、ついやってしまうっていうのが、フロイトの考え方。意識はいいけど無意識悪い。一方でその対極にあるのがユングさんですね。ユングさんは意識でやる範囲なんかたかが知れてると、むしろ無意識、集合的無意識、大きな無意識の方が正しいんだと。だから小賢しい人間の知恵で何かしようとするよりは、無意識さんに任せた方がうまくいくに違いない。こうやってね、この理論が出てきたのは実は歴史的背景があって、フロイトさんは割と貴族とかね、裕福な方の、ご婦人の方とかの、そういう症状を扱ってる例が多かったんですよ。だから、頭で、これ悪いことだって分かってんだけど、ついやっちゃう。だから、まあ、その人たちを見てるうちに、こういう理論が出てきたのに対して、ユングさんは、大病院の精神科医だったんですよね。つまり、町の医者だとなかなか解決できないケースがいっぱい出てくるから、つまり町の医者だとちょっと俺の手に負えねえよ、あっちの大病院行ってよみたいな感じで来るから、なんか宇宙が割れてどうだの、天使がああだの、こうだのみたいな、もうすごい壮大なことを言っちゃう。統合失調症の幻覚でもちょっと尋常じゃないぐらい、もう壮大な話をするような方が、大学病院に来るので、もうこんな壮大な幻覚ばっかり見る人ばっかり毎日見てるから、なんかこれは、ちょっと病んでるんじゃなく、大きな宇宙に繋がってんじゃないかみたいな感じで、むしろ無意識のが正しいと。小賢しい意識の方がちっぽけなんだ。まあ、この辺からね、スピリチュアルな人たちがこうユングをより割と擁護するのはその傾向があるんですよ。つまり、目に見えないもの、無意識なものの方を、大事にしようよっていう傾向は、まあ、ユングがある。まあね、スピリチュアルの人も割とそういう傾向があるんで、いい悪いは別として、まあ、ここら辺でちょっと共通点があるじゃないか。さあ、それに対してアドラーは、意識とか無意識はそもそも拮抗していないって発想するんです。これを見てる皆さんにちょっとね、クイズですけど、想像してください。もしね、やりたいことがある、夢がある。でもね、やりたいことがあるのに、夢があるのに、心のブレーキがあって止めて、前に進めないんですよ、っていう人いないですか？ね、いるかもしれない。で、可能だったらその心のブレーキ、外したいんですよ、っていう人いますか？ね、いるかもしれない。心のブレーキ外したいですよね。心のブレーキのせいで人生がなかなかうまくいかない、夢が叶わない。じゃあ、それに手を挙げた方、ちょっと想像してください。さあ、今からね、車でドライブです。さあ、あなたは、ブレーキのない車に乗りたいか、
アクセルのない車に乗りたいか。さてどっちでしょうか。少なくともどっちか絶対ないなら、私はブレーキない車には乗りたくないですね。アクセル踏んじゃったらしばらく止まらないですからね。前に他の車が来ようが赤信号だろうが、まさにそこにね、子供が通ろうが、ブレーキがないので引いちゃうわけですよね。もしくは自分が事故って死んじゃう。もちろんね、アクセル欲しいんだけど、ブレーキがない車なんか乗りたくないです。じゃあなんでブレーキ外したいと思うのか。これはアクセルとブレーキが基本的に喧嘩してるっていう前提に立ってる、つまり意識と無意識が拮抗してるっていう前提が、思い込みがあるからなんです。実は車っていうのはアクセルとブレーキがちょうどいい加減に機能してから、機能するからこそ、快適な運転ができるわけです。じゃあブレーキ外した人なんでか、つまりブレーキ踏みすぎなだけなんです。外すのがいいんじゃなくて、ちょうどいい踏み加減にしませんかってのがアドラーの発想。例えば想像してください。初めて免許取って歩調子乗って時速60キロでわーっと楽しいなと思ってて、田舎の田んぼのあぜ道すごく狭いところを調子乗って60キロで走ってたらどうなりますか。下手したら田んぼに落ちちゃう。うわー怖い思いした。いやーもうとにかくスピード出すのやめよう。ここまで OK ですよね。田んぼのあぜ道で時速5キロ10キロ走るの、これいいと思うんですよ。やっぱりね、スピード出しちゃうと落ちるかもしれないから。ところが一回時速5キロ10キロしか出さないとなったら、一般道でも時速5キロ10キロ、なんなら高速道路で周りバンバン時速80、90、100キロで走ってるのに時速5キロなんですよ。それむっちゃ危ねえじゃんって言いたくなるんだけど、本人はいや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 、もう二度とあんな怖い思いしたくないから私5キロ以上出しませんみたいな感じ。アドラー心理学つな、意識と無意識が拮抗してるんじゃなく、アクセルとブレーキが拮抗してるんじゃなく、トントントン、確かに田んぼのあぜ道は5キロがいいよ、でもちょっと見てみて様子、この周り時速100キロ出してる中時速5キロの自分どうって言ったら、ちょっとこれ危ないですね、あそう思う、じゃあどうしよう、いきなり100とは言わないけど、まず60とか80にしませんか。いきなり高速が無理なら一般道をまず時速5、60キロで走ってみない。これがアドラー的な考え方。つまり意識と無意識は戦ってるのではなく、どちらも必要。これが全体論の発想。全体論の反対は要素還元主義。意識と無意識がそれぞれの要素で、競い合ってる、戦い合ってるって発想に対して、意識も無意識も必要、アクセルもブレーキも必要、ただただちょうどいい具合になってないからちょうどいい具合にする必要があるっていうのが全体論的な発想。そしてユングとかフロイトとアドラーの決定的な違いは、意識無意識というものがあるとアドラは考えないんです。無意識さんがした、無意識さんがどうって発想しないんです。どういうことか、気づいていないということ、気づいているということがあるものではなく事柄って発想する。どういうことか、無意識さんが、皆さんね、貧乏ゆすりしたことあると思うんですけど、無意識さんが勝手に足を貧乏ゆすりさせるのではなく、貧乏ゆすりしてるということに気づいていないだけ。その証拠に貧乏ゆすりしてますよって言われて、あ、本当だって気づいた瞬間ピタッと止まりますよね。つまり無意識さんがやってるって発想はドラしないんです。やってることに気づいていないだけ。気づく範囲を広げていくと、おのずと自分の中に一致が起こると。もし無意識にやってしまうとしたら、気づいてそれを俯瞰してみて、本当にそれでいいかどうかって発想をするのがアドラー心理学っていうことです。そして、まあこのインディバイバルブルサイコロジー、つまり起こってることは全部意味があって、それを自分が使いようだっていう発想をします。アドラーは所有の心理学ではなく使用の心理学。これどういうことか、フロイトとかユングは所有の心理学、無意識というものを持っていて、それが何か自分にしてくるという発想が所有の心理学ですね。
それに対して使用の心理学はどう使いこなすかが大事。アドラーは言いました。何を持って生まれてきたかが重要ではなく、持って生まれてきたものをどう使いこなすかが重要である。もちろん体が健康で頭良くて男前美女で生まれてきて、それを使い勝手がいいっていう人もいれば、いやどうせ私は美人だし、どうせ自分はまあ背が低いし、どうせ自分は頭悪い、そういうのあるかもしれない。でもそれだからダメではなく、それをどう使いこなすかが重要って発想します。さあ皆さん想像してください。皆さんが車として生まれてくるとしたら、フェラーリとして生まれてくるのと軽トラックとして生まれてくるの、どっちがいいですかね。いやー、私だったらフェラーリがいいな。まあかっこいいし速いしね、みんなワオって感じですよね。まあそもそもスピードがすごい違います、パワー違いますよね。でももし軽トラとして生まれてきたら、わーいいなー、あの子フェラーリだ、私なんてどうせ軽トラですからって発想するのが所有の心理学、使用の心理学。じゃあ、まあ自分軽トラなんだけどさ、軽トラだからこそどんな場面で誰にどんな風に役に立つ？想像してください。まあ、街中確かにフェラーリ乗ったらまあすごいなって思うかもしれないんだけど、想像してください。どっかで地震とか津波、台風の災害があって、もうそこで困ってる人たちがいる。水も飲めない、食料でお腹空いてるとしてください。確かに、そんな時、フェラーリかっこいいかもしれないけど、あんまり役に立たない。軽トラだったら後ろにいっぱい水を積んで、食べ物積んで、食料積んで運ぶことができるんですよ。特に災害でね、なんか土砂かなんかでも地面がすごい悪い場合は、車高の低いフェラーリはなかなかそこに入っていけない。軽トラは割と車高高いので、なんかちょっとこう、多少の段差を越えながら、そこに行って運べるんですよ。つまり、軽トラにしかできないことがあるんですよ。災害時。もしくは路地裏で困った人がいたら、その中にスルスル入っていけるのは軽トラ。じゃあ今度フェラーリ悪いのか、そういうわけではない。ね、綺麗に舗装されたレース場でビュンビュンかっこいい姿を見てワクワクさせることもできる。つまりどっちがいいかどうかではなく、何をもって生まれてきたか重要じゃなく、自分にあるものに対してちゃんとそれを受け入れてどう使いこなすか、使用の心理学。そうすることでどんな人もこの世の中に自分の役に立てる居場所がある。一つ印象に残ってるのは、私が関わったケースである20代後半の女性の人、幻覚型統合失調症で、まあ、いろんな幻覚幻聴が聞こえてくるっていうんですよね。で、まあ、ある人は男の人で怖い声で、お前バカ野郎って声攻めてきたり、もうすごい、なんか恥ずかしいような、もうすごい下品なエッチな話をしてきて、もうすごいもうパニックになって怖いんです。まず寄り添って聞きました。どんな声聞こえてくるっていうと、大きく3人の男の人が出てくるんですね。この人はもうすごい性的な、もうすごい汚い言葉を再かけてくると、この人は暴力的なことを言ってくるとか、この人脅してくるとか、それぞれの幻覚幻聴に対してそれは怖かったねって聞いていって、ああそうなんです、あでも聞いてもらってちょっと楽になりました。一方で、その幻覚幻聴がいたからこそ良かったことあるって一通り嫌だったことを聞き切ると、ああそういえば、電車で家帰るときに、お前なその夜道危ねえんだよ、そっちの行くんじゃねえよっていう声が聞こえてきて怖くなっちゃって、近い道じゃないちょっと遠回りだけど伝統のある商店街の方に通って、あ思い出したらあの声が聞こえてくれたおかげでちょっと遠回りだったけど安全な道選べました。あなんだ、幻覚幻聴さんって悪いことばっかりじゃないんだ、いいこともあるんだ、あ今言ってみてそうかもしれません、じゃあ幻覚幻聴にお願いしてみたら、こういう言葉こういう言葉はちょっと嫌だからやめてもらっていい、そしてこんな風に怖い場面があるときは教えてもらっていい、その代わり優しい言葉で言ってくれたら嬉しいなって言ってみたら、そうですね、あ本当そうだ、嫌なことはちゃんと嫌だって伝えておきます、そして助かったことはしっかり感謝してこんな言い方してくれたら嬉しいなって言います、
そうだね。じゃあどう、幻覚幻聴さんない方が、いや、なんか今の話聞いたら、助けてくれるんである方がいいと思います。じゃあ3人と仲良く過ごそうか。そうしてみます。1ヶ月経って聞いたら、平本先生、幻覚幻聴さん、なかなか聞こえないんですけど、うわぁ、それ残念だね。なんとか頑張って幻覚幻聴さん、思い出してみようか。そうしたいのに、最近聞こえないんです。しょうがないね。っていう感じで、幻覚幻聴が亡くなったっていうケースもあります。これも、幻覚幻聴が悪いという要素として、どうやってこれをやっつけるか、なくすか、要素還元論的に潰そうとするんじゃなく、それの辛かったこと、嫌かったこともちゃんと受け入れつつ、だからこそ良かったことをちゃんと洗い出して、うまく付き合っていこうとすると、結果的に不要になって消えていくという、全体論的な心理療法のアプローチでした。はい、ということで今日全体の中の全体論のお話しました。ぜひね、他の動画も見ていただいて、アドラーの学び深めていただければと思います。もしよかったらね、チャンネル登録していただけたら、他の動画が出た時にお知らせがいきますんで、ぜひ楽しみにしてください。